管理者の共同通信です。これから市政令会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力お願いします。まず知事からの発表が3点ありますので、お願いします。それでは広島イニシアティブの策定等についてです。県では被爆75年を契機に核兵器のない平和の世界の実現に向けた取り組みを強化するための新たな提案といたしまして、広島イニシアティブの策定を進めております。この度、このイニシアティブの構築試案を取りまとめましたので、発表させていただきます。この骨子案におきましては、国連における核兵器廃絶目標の合意、核兵器を拒否する世界的規範の強化、核軍縮の促進と核兵器に依存しない安全保障の探求、共同のためのプラットフォームの構築の4点を柱としておりまして、核兵器廃絶のための世界的な行動を全ての国、国際機関、市民社会に改めて呼びかけるものとなっております。この骨子案に基づいて、検討いたしましては、遅くとも2030年には核兵器廃絶が国際合意となるよう取り組むこと、日本政府をはじめとして、世界のすべての国の政府に対して核兵器禁止条約に署名し、批准するように求めること、核兵器の非人道性を世界に伝えていく若い世代の育成にさらに力を入れていくこと、核抑止に代替する核兵器に依存しない安全保障政策や核軍縮の具体的方策に係る研究と啓発をさらに後押ししていくこと、核兵器廃絶のための世界的行動への呼びかけに応えるさまざまな主体とパートナーシップを促進し、共同のためのプラットフォームを構築することを進めてまいります。また広島イニシアティブを推進するため、研究機能や人材育成機能を有する仮称ではございますが、広島国際平和創造センターを設置することといたしました。広島イニシアティブの策定や広島国際平和創造センターの設置を通じて、改めて核兵器廃絶の実現に向けた決意を示すとともに、取り組みを強化して、被爆者をはじめとした多くの人々が願う一日も早い核兵器のない平和の世界の実現に取り組んでまいりたいと考えております。続いて2点目、コロナ禍における離職者等向け合同企業面接会の開催についてであります。新型コロナウイルス感染症などの影響によりまして、非正規問わず解雇、雇い止めにあった方や、今年3月に卒業予定の担い手学生等に対する就職支援を目的といたしました、広島県就職転職者向け合同企業面接会を広島、福山、そして東広島の県内3地区で計4回開催いたします。この合同企業面接会には県内の企業延べ150社が参加をしていたしまして、さまざまな業種の企業との面接を受けることができます。参加費は無料でありますので、求職中の方はぜひ直接サイトをご覧いただいて申し込みをしていただきたいと思います。同時に会場では就職の選択肢を広げていただけるよう、キャリアチェンジを後押しするためのセミナーや転職相談や適性診断などの相談コーナー、それからハローワーク出張コーナーなどを設けまして、就職活動に不慣れな方にもお気軽に参加いただけるプログラムをご用意しております。なお当日参加できないという方でも、広島就活応援サイト GO 広島に参加企業の求人情報を掲載しておりますので、サイトへのアクセスから企業へ直接応募することも可能であります。広島県では今後こうした企業面接会を開催いたしまして、一人でも多くの求職者の方の早期就職に結びつくよう取り組んでまいりたいと考えております。
、次5つ目でございます。資生堂ジャパン株式会社との女性活躍の推進に関する協定の締結についてでございます。広島県と資生堂ジャパン株式会社は女性活躍の推進に関する協定を2月8日月曜日15時16分から県庁北館第一会議室で締結をいたします。なお同社が女性活躍の推進に関して自治体と連携協定を締結するのは初の取り組みとなります。県では女性活躍の分野でトップランナーであります同社と連携してそのノウハウを活用させていただくことで引き続き女性がその能力を十分に発揮し働き続けることができる社会の実現に努めてまいります。連携事項といたしましては女性の社会参画や就労の支援、女性活躍の推進に関する取り組みの普及啓発情報発信、働く女性のネットワーク形成に向けた支援面です。特に新型コロナウイルスの影響を受けている女性の早期再就職支援につきまして同社が有するメイクやコミュニケーションスキルなどのノウハウを生かして連携して取り組んでまいりたいと考えております。本件といたしましても同社の先進的な取り組みを県内に波及させて女性活躍の機運を一層高めてまいります。県では引き続き雇用情勢の悪化の影響を受けている女性の就職支援など女性をはじめとして多様な人材が働きやすい環境の整備に取り組んでまいります。私からは以上です。これらの件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお手話通訳者の方は通訳しやすいよう質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いします。RCC の末川と申します。2点目に発表した県就職転職者向けの合同共同説明会についてなんですけども、これ介護とか雇用の人となった現在 の企業のこの数っていうのは県には把握されていますでしょうか。介護に まずですね、求職者ですけども、まあ、これは12月で、新規の求職者がですね、10,022 人というふうに増えているというような状況がありまして、解雇見込みの労働者という観点で言いますと、広島県で、だんだんと、上がっておりまして、去年の5月時点ですと410人だったのが、最新の1月時点ですと1922人の調査になりますが2012人というふうになっています。で離職をしたですね、方の人数で言いますと、これは事業部室号により離職した人になりますけれども、じゃあこの社離職した人の、新規求職者数ですね、がですね12月で、1022ですね。これ先ほどの数かな。はい、事業の失業により離職した方で新規求職をしている方が1,000人という、まあ、そういう状況です。1000人を超えています。はい、これが4月の時点で12月の時点で12月の時点で1022人が12月ですね。これ、まあ、ずっとこうちょっと推移がありますので、一番多かった月でいうと、去年の5月に2000人あ、ごめんなさい4月に2880人ですね。で5月が2068人、6月が2118、まあ、そういうふうにすると毎月、これ新規なんで就職者が出ているという、そういう状況です。わかりました、ありがとうございます。他に質問ですか。